それでは質問を受けいたします。すみません、毎日放送やります。はい。政府がですね、今日カジノの運営する事業者の監督する、まあ、カジノ管理委員会を立ち上げたことですけれども、うん、まあ、政府としては今のままのスケジュール感で進めていくというようなことなんですけれども、うん、一方で野党からはもう一度スケジュール感を含めて見直すべきじゃないかというふうな声も出てますが、改めてどのように見られますか。まあ、今回のね、不適切な事業者からのお金の問題等、この何度も言いますけども、国際観光立国日本をね、作るための IR 設置、これはもう別の話です。で、まあ、そういう不適切なね、事業者が、入らないようにするためにカジノ管理委員会というものがあるわけですから、これは日本の成長のためにもね、健全な IR を作るためにもカジノ管理委員会が設置され、そしてスケジュール、決まったスケジュールにのっとって、IR が、まあ、設置されていくということは日本の成長につながるわけですから、うん、これも粛々と進めるべきだと思っています。他ご質問ございますでしょうか。それでは終了です。終了です。政務のご質問ありませんお願いします。テレビ大阪です。はい。昨日ですね、松井代表はまだ下地議員に対する処分はもう本に任すと、本に任するという話をしたいと思うんですけども、確認も込めて今のお立場ではそれは変わらないということでよろしいでしょうか。これはもう組織ですから、組織のルールに沿った形で、処分がなされるということです。僕一人で物事を全て決めるということになると組織の手を成してませんからね。組織として、組織のルールに沿った形で、こう処分については決定してもらいたいと思っています。代表個人としてはお考えとしては何か。もう何度も言ってるように、立法府の人間がね、人がやっぱり法律に違反をするような形で、政治資金の取り扱いを間違った取り扱いをしたということであれば、これは一切よく身を処すべきだ、僕はそう思ってます。 NHK の井上です。今のところなんですけど、まあ、統計委員会の開催日程であるとか、まあ、本人からも何らかの党委員会については速やかに開催するということで、馬場幹事長からは聞いてます。片山代表も、まあ、その国会議員団代表もそうだということで聞いてます。下地さんからは何らかの、まあ、僕に対しての連絡はありません。今のところない、はい。あともう一点なんですけど、仮に、まあ、議員辞職するまあ、なった時にですね、また公認をする可能性とかっていうのはあるんですか。いや、それはまだ何も考えてません。まずは今回のことを受けて、もうベテランなんだから潔くしてもらいたいなとは思います。確認です。党紀委員会の日程まだ速やかにというところまでで、具体的な日程というのは聞いてないですか。まだ聞いてません。下地さんの関連は、速やかにというのは、下地さんが今日午後、講演会と登壇するということなんですけれども、うん、今日午後というのは夜らしいですが、それ以降に速やかにという意味で。いや、もう昨日の会見を受けて、現金を受け取ったことが事実なんで、その事実に基づいて、党紀委員会は開催をします。すみません。
森理定です。今回のこの下地さんの件を受けて自身として国会議員の方、まあ、議員たちにですね、何かこう再発防止のためにルールを敷いたりとか対策っていうのは何かお考えありますでしょうか。いやもうルールってこれもこれ党内ルールというより政治資金規正法というルールがあるわけですから、それを守るのは当然の話です。だからそういうこう不適切な金銭の授受とか、もうそういうことがないようにと、それから今回やっぱり IR というね、こう日本で初めてこう設置される、こう拠点、国際観光拠点の話があるわけですから、まあこれはすごく大きな利権になりますよ。だからそういう利権にをこうその利権とね、やはりきちっと一線を引くようにということは、再度これは国会議員のみならず全ての、維新関係者には改めて伝えました。他にありませんでしょうか。なければこれで終わります。ありがとうございました。